坂道とゆりかごということですね。新アシックス、トラディショナルアシックスっていう感じ、うん、はい、皆さんこんにちは。ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。藤原さん、よろしくお願いします。今回はですね、はい、初心者向けおすすめシューズまとめ、はいはい、アシックス編ということで、はい、アシックスからビギナー向けのシューズを選ぶとしたら、はい、どれがおすすめですかということで、うん、チョイスしていただきました、はい、ご紹介をお願いします、はい、GT2000 じゃないんだみたいな。そう、 GT2000 じゃないんだこれがですね、はい、アシックスのゲルニンバス、ゲルニンバス22代目ですね、うん、でこちらが、アシックスグライドライドになります。はい、はい、でこの2つをチョイスしたのは理由があって、うん、ほい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 、まあ、GT2000 はもう誰でもどこでも勧められるので、うんうんうん、まあ、正直面白いシューズかっていうと、はい、面白いシューズではないんですよ。なるほど、まあ、安牌のシューズ、安牌、うん、だからまあ本当にそれでいい方は鉄板で鉄板なんですけど、うん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 、もっとアシックスにはいいシューズがあって、まあ、実はそのこのニンバスとグライドライドって、グライドライドの発表会の時に、はい、ニンバスとグライドライド入った人で比べるっていう、まあ、比較にされちゃったシューズなんですけど、なるほど、なるほど、薄い切り口ではなくて、はいはいはい、あのどう違うかっていうことを簡単に言いたいんですけど、うんうん、全然違いますよね、このシューズね、うんうん、でこれね、一つのブランドがこの2つの種類を持ってるっていうのがなかなかないんですよ。はい、そのブランドの主義があって、なるほど、揺らし方としてアシックスはもうずっと前の方向に揺らすのが正論だと思っていたんですけど、はい、やっぱりですね、潮流に世の中の、うん、まあ、他もネオネゼとか、うん、はいはい、あのオンダとかいろんな新興ブランドの、まあ、良さにやっぱりこう工学研究所がありますので気づいちゃったのか、工学研究所がね、はいはい、グライドライドはこちら10ミリドロップ前方向に倒れる、もうハイヒールのになってるんですけど、なるほど、なるほど、こちら5ミリドロップでドロップがないんですよ、はい、で跳ね上げを作ってこう揺らす、聞いたことある感じですよね、まさにゆりかご型のシューズなんですよ。なるほど、だからアシックスがこのゆりかご型のシューズと坂道のシューズを持っているっていう強みだそうで、要はだからもう変な話、オンとナイキがあるみたいな。なるほど、どっちも持ってます、どっちも持ってますっていうことをやってるんです。へー、各ブランドちょっと静かにやろうとしてるんですけど、ここまで大胆にやってるのアシックスです。さすが、技術力があるってことですかね、はい、まあ、あともう黙ってられないとこもあるでしょうねもう恥を忍んでいくわけじゃないけど、まあ要はこちらがスタンダードになりつつあるということなんでしょうね、はいはい、世界的な潮流として、はいはい、揺らし方が揺らしていくっていう、この、はい、まさにね、こういうことですよね。そっちはそんなに揺れないですもんね、はい、うん、で基本的にはオーソドックスに、はい、あのランニングってこう体をこう揺らしていくとか、うん、着地したら揺れるようにすることで助力をしてくれるんですけど、うん、まあ、アシックスってのも技術の塊なので、うん、まあ、フライトフォームってこう一口に書いてありますけど、前足部が少しあの柔らかくしたりして、はい、後足部がこうちょっと固めにしてこうグッとこう前に誘導するとか、そういう技術がま半端ないんですけ ど、 なるほど、とにかく僕はですね、クッションってこうあの浮かべた時に思いやって、はい、いくつかのブランドが思い当たるんですけど、うん、いくつかのブランドのいくつかのシューズが、うん、ニンバスは必ず買いますよ。もうクッションの塊みたいなシューズ、へえ、クッションの塊、そんなに新しい技術があるわけじゃなくて、はい、あのアルファゲルがね、こう、うんうん、ゲルが、まあ、はい、今回からビジブルにこう電面になってるんですけど、はい、まあそんなに今開発しましたって技術じゃないんですけど、はい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 、その技術の推移と今まで作ってきたそのね、うん、あの伝承的な部分で22台でもうまさにもうクッショニングモデルです。もうこれを履いてクッション感じない人は頭おかしいですもうクッションしかないです。あ、そうそう、はい、クッション塊、本当わかりやすいクッションが、ニュートラルトレーナーなんですね、うんうん、ですからちょっとランナーをもしかするとひどいこうオーバープロネートって言って内側にこうサポートがある人、あの必要な人にはちょっと厳しいかもしれませんけど、なるほど、なるほど、まあ、多くのランナーがこれをクッションとして感じられるシューズだと思うんですよね。なるほど、 それと対してこちらは本当に柔らかさとかっていうのはそんなに感じないんですけど、はい、まあ、全身方向の誘導がこちらの比ではない、こちらもうこうなってる感じで、こちらもうこう生かされる感じなんですよ、はい、ですから僕が言いたいのは、これからランニング始めますよっていう方はどっちでもいいと思うんですよ、はっきり言って。なるほど、でどちらにもあの自分の体の使い方のヒントがあって、はい、あ、こっちが面白いなと思ったらこっち買っていただいて、なるほど、最終的にはこれも履かれた方がきっと、はい、あの皆さんのためになります。へ、要はこう何か違うわけじゃないですか、うん、まあそうですね、ここまでいったらみんなあのメーカーはサポート同じになりますので、うんうん、ここまでの揺らし方にランニングのコツが隠れてると思うんですよ、ね、なるほど、設置してからそう この辺まで、うん、
この抜け始めたらね、もうやれること一緒ですけど、はい、っていうことですね。アシックスはどちらのこうサポートも持ちたかったし、はい、持っているって状態ですね。坂道とゆりかをということですね。いや、なんかグライドライドが初心者向けって選ばれるのはちょっと僕としては意外だったなっていう感じです。あの結構長く走れるなっていう印象があったんで、はい、その長く走る方向けみたいなイメージがあったんですけど、確かにそのビギナーの方に何だろう、ゆりかごを感じてもらえるっていうのは、はい、なるほどな。特にこう技術がこう、ね、ない方もいらっしゃる、まあ、こう走るのってテクニックなので、テクニックいますからね、はい、これをこ うまく誘導してくれるのもこのタイプですね。なるほど。ちなみにちょっとニンバスはかなり、まあ、アシックス的には力入れてる商品なんで、はいはいはい、カラーリングとこうニットバージョンもあるんですよ、はい、だからそれ、はい、もうちょっとこれきついなって方はニットにするともっと柔らかくなるんで、もうカラーリングはもうニンバスがもうめちゃくちゃ出てますね、10色以上出てるんで、あ、そうなんですね、いろいろ選べると思う、男女ともね。あのグライドライダーは本当今までアシックス使ってない人も使い始めるような、ちょっとある種アシックスにとっても少しね新しいこう流れが出てるんですけど、今から走り始めるっていう人はシンプルにこういう見方をしていただくと、いや面白いですね。確かにね、全然そう見ると個性が全く違う。そうなんですよ、新アシックス、旧って言ってはいけないですけど、トラディショナルアシックスっていう感じがしますね。17,600円なんですよ両方とも、はい、だからそれも値段的には比較できないなるほどですね、はい、結構僕のイメージとしてはニンバスはショップで足通して結構すぐあの魅力が感じられるんじゃないかなと思ってて、でグライドライドは割とその走ってから感じられるんで、試し履きできる機会があるといいなっていう感じしますよね。直営店なんか行くと多分試し履きこちらはできるんじゃないかな、ちょっと走らせてくださいって感じしますね、こっちはね。なるほど、終わりました。ということで今回は初心者向けおすすめランニングシューズまとめアシックス編ということで、藤原さんにチョイスいただいたのはグライドライドとゲルニンバス22ということでした。はい、はい、藤原さん今回もありがとうございます。はい、ありがとうございました。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。